この辺りではベルじゃなくてポキっていうお金が使われてるの。アユナ島では使えないけど、この島でならちゃんと使えるわよ。アユナ島でも使えろや。向こうに着いたら別荘作りスタートよ。頑張って。おう、頑張ります。かわいい。ああ、なんか一番最初に映っとったとこ？なんか、家一個分の広さしかないやんって言ったとこか。到着。足元にお気をつけください。でもこれさ、島の周りに柵みたいなの欲しいよね。ぽちゃんって落ちそう。あの家が私の別荘になるのね。早く中に入ってみたいわ。じゃ、早速お客様をご案内しよう。別荘っていうにはめちゃくちゃ小さいけど、まあでも、別荘は別荘なのか。あら、何かしら、荷物が届いてるみたいだけど、ルン。これが必須家具ってことか。こちらは先ほどお客様からリクエストをいただいた家具でございます。まあ、さっきお願いしたばかりなのに、もう届いてるのね、ルン。早すぎやろ。え、早すぎじゃない？怖。お客様、作業の前に打ち合わせがございますので、少しだけお待ちくださいませ。まあ、要はあれやろ？ハッピーホームデザイナーと同じような感じってことやろ？最初はこのちっちゃいところから始まって、どんどんでかくなっていくんやろうね。いよいよ別荘作り開始だね。お客様がオーダーした家具は、こんな風に先に届けてもらえるんだ。なんかおしゃれな段ボールやね。A で段ボールから取り出して、いい感じに置いてよね。それじゃ、仕事の段取りを確認しておこう。まずは、十字キー下。で、模様替えモードにしてね。模様替えモードにすれば、手軽に部屋をコーディネートできるよ。飾れる家具は、右。で、確認できるから、お客様から伺ったイメージに合わせて、家具を選んで飾ってね。家具っていうのは、自分が持ってる手持ちの家具ってこと？店が用意してくれてる家具ってこと？そうしてコーディネートが完成したら、お客様にご報告してお仕事完了だよ。よし。オイラが教えられるのはこんなとこかな。エレフィン様、準備が整いましたので、作業に入らせていただきます。でも仕事やのにさ、従業員の個人的に持っとる家具の中からしか選べんってめちゃくちゃ狭いよね。何でも置けるんかな。ええ、よろしくお願いするわ。アイロさん、完成を楽しみにしてるわね。了解です。オイラはここで見ておくから、困った時は行ってね。じゃ、頑張って。見張りということか。手伝ってくれてもよくって。うわ、作るとこ見られるんですね。え、そこはさ、お楽しみにしてさ、後から見に来た方がいいんじゃない？とりあえずまあ、置ける家具。家具選びのポイント。お仕事でコーディネートするときは、匠ライフが用意した家具を使います。あ、よね？よね？お客様からリクエストされている家具は、オーダーで確認できます。必ずコーディネートに使いましょう。まあ別に確認するまでもなく、今出しとるやつをしまわんかったらいいってことよね。オーダーにはお客様のイメージに合いそうな家具も並んでいます。悩んだ時は参考にしてみてください。待って、これオーダー？あ、そっかそっか。参考にするやつも入っとるって言ったんか。こんなにいっぱい全部置かんといかんやつじゃないよね。この3つだけよね。どうしよっかな。ソファーも欲しいかな。ピコーンって言った。多分この中から選んだら結構いい感じになるんじゃない？木製オープンシェルフ。積み木ブックシェルフ。パチ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 。マガジンラック L2、木製の本だな。あとはフロアランプ。え、さっきさ、この積み木ブックシェルフあったけん、テーブルランプとか、ヤマドリヤシ、シェフレラ。どっちがいいかな。どっちでもいいけど、ヤマドリヤシにしとこう。え、これ2つぐらい入り口にやっとこうかな。あ、音楽も欲しい。レトロなステレオ。どんどん出していくやつ。あ、なんかさ、ローテーブルみたいなのも欲しいね。で、そこでコーヒーとか飲みながら。でもどうかな？ここにはない感じ？マガジンラック。本。
テレは出したんよね。アロマポット。あと、加湿器。アロマ、加湿器はなんか、ね、こういう空間に置いたら本がふやけそうな気がしてしまう。アロマスティックぐらいにしとくか。んで、ウォールプランツとかも良さげかな。見えねえ。全然、オレンジのパネルモールドか、あ、壁もね。どんな感じの壁がいい？緑の草花模様の壁。暗いかな？オレンジのパネルモールド壁。なんか堅苦しい気がするな。パステルドット。これはこれで子供っぽいかな。白レンガ。あ、これでいいかな。緑のペイントフローリング。ちょっと見づらいぞ。ダークなフローリングブロック。あ、これ落ち着きある感じ？よくある床板。教室こんな感じよね。どうしよう。ダークのフローリングブロック。白木のフローリング。あー、これで、どれだ？ベージュのエレガントなラグ。なんか暗いね、これ。ってことは違う。ちょっと待って。違うんすよ。これしまって、とりあえず一通り出していくスタイル。黄色ボーダー。あ、これ明るい感じかな。めっちゃパチパチしてくれよ。ああ、入ったところで。何色が良さげ？本体っていうか体が黄色いけん。なんかそれ、ルームシューズ青ぐらいでいいかな。ピコーン。めっちゃびっくりした顔された。超びっくりした顔された。コーディガンって何？カーディガンじゃなくて？何色がいい？緑。これなんか壁にかけときたいことない？こういうの。入り口入ってすぐのとこに。で、ちょっと寒かったら、羽織るみたいな。まあ、寒くない気候かもしれんけど。んで、あとこの辺のさ、マグカップ。あ、くずかごも欲しいね。クッションとかってソファーの上置けるんかな？この辺ローテーブルもしかして。ローボードか。あ、まあでもそれで、この辺は木製ローテーブル。まあ、この辺出しといて、こんな感じかな。んで、あれ？違う。私は本棚をさ、よいしょ。こう、こう。あ、で、この、ちょっと待って。違うんよ。もうちょっとスペースが欲しい。回すスペースが。で、ここの間に、あ、きっちり入るね。え、良きじゃない？めっちゃ良きじゃない？で、ちょっと待って。ここに置いて、で、ここ入ってすぐぐらいのとこに、こうね、植物。あ、端っこの方がいいか。なんかそんな、うん、これで。これで、どうしよっかな。で、ここに、まあ、今読んでますっていう本を置いて、アロマディフューザー邪魔かな。どうしよっかな。ちょいと待って。この辺の、こっちに置いといて。あ、で、これはちょっとなんかこう、本棚のすぐ前ぐらいで読みたいときに、で、なんかこれ色変えたいな。これだけなんか色の主張がめちゃくちゃ激しい気がする。もうちょっとなんかいい感じの。でもなんか微妙やね。何色が、どうかな。ライトブラウン、ダークブラウン。なんかどれも違うような気がしてしまうな。何色ぐらいがいい？黄色かな？この中だったら。黄色で。ああ、まあ。まあ、ありか。あ、これもうすでにちょっと読み寄る風でいいんやねん、ここで。はい。見重ねて。いや、なんかちょっとギチギチした感じになるな。違うかもしれん。
ちょいと待ってよ。あ、違う。コピったね、今。コピーじゃなくて、じゃあまとめて動かしたい。こういう感じか？で、ここゴミ箱なんかちょっと、こっち側に置いとくか。そんなに目立たせんでもいいよね。待って、これどこに置こう？やっぱこれ違うかな？これ。こっち側らへんに置いとくか。で、これが、エルフィン邪魔だね、君。待って、これはこっち向きかな？ここぐらい？んで、これが、違う。これがどこだ？どこだ？どこがいい？ちょっと待って、エルフィン邪魔なんだって。でここ入ってすぐのとこに、何今の、なんかした君。ちょっと待って、方向が変えたいんよね。この辺かな？ん？なんか観葉植物。あっ！霧吹きで水をあげている。そんなことしてくれるんやね。なるほど。これどの辺？こっちあたりかな？この辺に置いておいて。なんかめっちゃいい感じじゃない？なんかちょっとテーブルずれとるね。ここのソファーはめっちゃいい感じなわけやん。ちょ、待って、アロマディフューザー、君、ちょっと。これ邪魔かな？やっぱどこかの上には置いとかんとって感じよね。地べたじゃなくて。邪魔消すか。とりあえず消して。これ壁にかけれる？壁にはかけれん感じ？一旦あれか、壁側に移らんといかんのかな。これで選んだらいけるか。どこや。これか、コーディガン。よしよし。これで入ってきて、ここでね、じゃあの、体調によって調節してくださいまし。こんな感じ。めっちゃ良くない？超良くない？個人的にめちゃくちゃ満足なんだが。とてつもなく満足なんだが、私。多分私自分の家よりいい感じに作ったと思うよ。めっちゃいい感じに作ったと思うよ。どうしよう。ケケララバイ。待って、そうじゃなくて壁に欲しいね。壁に欲しいけん。これ開いたままでいけるんか。待って、これさ。邪魔かな、なんか。いや、でも、これで、こっち側にも置いて、どうしよう、4つ置く？じゃあ、ちょいとこれ、こっち側にも置きまして、感覚こんな感じかな。大丈夫かな。こんなもんか。んで、ここに、ケケララバイ。これ今流れよりやつってことやろう？おそらく。こんな感じで。もうちょっと下の方がいいか？もうちょい下いける？これ下すぎな気がするよね。微妙やね。ここ、これが一番ちょうどいいんか。こんな感じで、良きっすか？あっちは、どうかな？これで、待って。もう一個さ、このフロアランプも置いとくか。これこっち側とか、この辺とかに置いとく？こんな感じ。
感じ。どうよ。いい感じじゃない？どうすかね。どんな感じ？完成しました。どうでしょう。できたのね。ありがとう。いい感じですかね。使ってくれます？ポン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 って選んだ割にはいい感じじゃない？エレフィン様安らぎの読書タイム。こんな感じです。あ、すごい。本のタイトルちゃんと読めるね。リンゴの気持ちって書いとったよ、なんか。本棚の方は見えんのや。なんだあれは。ほら、ひまわり畑、リンゴの気持ち。あとは、毎日健康って書いてる。で、園芸クラブ。その4つぐらいか、見えたのは。ね、エレフィンの方全然集中してなかったや。まさに私の理想通り。いいえ、それ以上よ。アマさんにお願いしてよかったわ。本当にありがとう、アイナさん。ルン。初仕事は大成功だね。すごいじゃん、アイナ。早速君の活躍を匠さんに報告しなくちゃ。めっちゃ満足です、私。完成しました。あ、お給料もらえるんかな。アイナちゃん、お帰り。初めてのお仕事どうだった？バッチリです。本当？よかった。お客様、すっごく喜んでくれたよ。いやー、初めてとは思えない出来だったな。てか、あれをね、家具を置き寄る途中でも、ちゃんと、その、家具の近くに持って行ったら、お客様を。持って行ったら、なんか使ってくれるってことが分かったのがすごいいいね。すごいじゃない。いい仕事をすればするほど、別荘地の評判は上がっていくはずよ。注目を集めることができれば、私たちにできることも増えていくわ。あなたに来てもらって正解だったわね。ニコちゃんもありがとう。ナイスサポートよ。へへへ、これぐらいどうってことないよ。じゃ、オイラは桟橋に戻ってるね。次の仕事も一緒に頑張ろうな、アイナ。あ、基本的には桟橋で待機してるんですね、ニコちゃんは。で、仕事が入ったら行くと。さてと、アイナちゃんにはこれを渡さなきゃね。お給料ですか？初の。今回働いてもらった分のお給料、6000ポキよ。ポキ？ベルじゃなくて。え、なにそれ。ここでしか使えんとか？あ、そっか。アイナちゃん知らないよね。この辺りではベルじゃなくて、ポキっていうお金が使われてるの。この辺り。使う場所、ここ以外にあるんかな。アユナ島では使えないけど、この島でならちゃんと使えるわよ。アユナ島でも使えろや。何それ、なんかやだ。仕事の給料ポイントでもらったみたいな感じですごく嫌なんだけど。と言っても今はうちのショップくらいしかお店がないんだけど。あ、そのうち増えていく感じ。ま、商品はいいものが揃ってるから。ちょっと納得いってないけど。初仕事、本当にお疲れ様。次のお仕事に取り掛かるときは、私に声をかけてちょうだいね。一気にオフモードになったね。とりあえず、これ欲しい、これ。このシェフレラは990ポキか。買っちゃいましょう。あ、後ろなんか、鳥の写真と、あと、この子の写真やね。ごめん、名前覚えてねえや。これも欲しい、これ。このパラソル付きビーチベッドは4100ポキか。たけ。買います。まあ、だってこの島でしか使えんねやもんね。他に使えんねやもんね。何急に喋り出した。びっくりした。それはお土産チョコレート。甘くて美味しい。プレゼントにもおすすめ。お菓子。このお土産チョコレートは1個800ポキか。まとめ買いするとお得みたい。まとめれねえよ、1個。ふう、買った買った。なるほどね。こんな感じ。でもめっちゃ楽しい。いいっすね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、まあ、
え、次のやつもすぐ受けれるんかな。まあどんどん受けていこう、受けれるだけ